メソニクスメは、哺乳類の絶滅した系統で、中型から大型の肉食動物である。ムニクハメとも呼ぶ。ただし、メソニクスメに禁煙な可能性のあるアンドリューサルクス、などを加えた群をムニクハ類としてメソニクスメと区別することもあるが、それらは実際は禁煙でない可能性が高い。系統的には、おそらくクジラ類と禁煙である。 ゲイ類メソニクス目を類ゲイ類と呼ぶ。これをタグイクジラ目としてその中にクジラ目とメソニクスア目を置くこともある。メソニクス目は赤神新生の初めに出現したが、その数は死神世の終わりには先細りになってゆき、全神世の初期におけるモンゴレスティーズ族の消滅をもって絶滅した。この目の起源はおそらくアジアであり、メソニクス目の中で、 最も原始的な種であるヤンタングルスツの化石もアジアで見つかっている。彼らはアジアで多様化し、暁、神聖の動物賞の中で主要な位置を占めた。肉羽目や仮説目といった他の肉食動物がまだいなかった頃には、メソニクス目は大型捕食者のニッチを占めていたと思われる。ディサクスという属はキ、神聖の初めの頃にはヨーロッパと北。 アメリカに広がることに成功していた。リサクスはジャッカルダイ肉食獣で、北半球の全域から発掘されている。しかしその子孫と思われる属アンクラゲンは、もっと大きく、熊ほどのサイズがあった。広大に現れたパケナ族は、死神世の序盤にはすでに来た、アメリカに入っており、その地でアンクラゲンをしのぐ巨体に進化した。メソニクスメは、 暁新生初期から死神予中期にかけての北アメリカ大陸においては最大の捕食性哺乳動物であった。メソニクスメメソニクスカノシノニクスの骨格標本。国立科学博物館の展示。メソニクスメの動物は表面的には狼によく似ている。初期のメソニクスメは5本の指を持ち、おそらくは足裏行政であった。 しかし後期型になると指は4本で、なおかつ各指先は小さなひずめとなっており、走行に適した形態であった。たひずめ目の奏者たちと同様、彼らはひずめ行政だったのである。これらのひずめを持った狼たちは暁、神聖の後半及び死神魚のヨーロッパ、アジア、北アメリカの生態系で最も重要な捕食者であった。歯は、 肉や骨をかじるようにはできていたが、真の列肉場は備えていなかった。多くの種が魚食性だったと推測されており、最大の種たるアンドリューサルクスも、捕食性ではなく、不肉食性だったと考えられている。かつては、メソニクス目は、肉羽目の一部、もしくは、仮説目の一部のメソニクス赤と考えられたこともある。現在の系統学では、クジラ玉、 ヒズメメ内の、おそらくクジラクボバ類内部に位置し、クジラ類に近縁である。ただし、クジラ玉、ヒズメメに近縁であるものの含まれない可能性もある。三つのトガを内包する。メソニクスモクに属する、ほぼすべての動物が、同時代の肉ハメや、ミヤキスジ化の肉食獣より大きかった。古い資料では無肉ハメとの呼称もある。 メソニクス目の薄刃は三角形の得意なもので、クジラ目のそれと類似していた。とりわけ原クジラー目との類似性が強い。そのことから、メソニクス類をクジラ目の直接の祖先だする説が長らく信じられていた。しかし古代、クジラ類のよく保存された骨が発見されたこと、そして近年の系統学的な分析によって、今日ではクジラ目はメソニクス目よりも むしろカバカをはじめとする、玉、ま、ひずめめに近縁であることが示された。この説は、分子生物学的な知見とも一致する。クジラ類がメソニクス目の子孫であるという考えに、2007年現在では、ほとんどの古生物学者が疑問を呈し、代わりに、クジラ類は、アントラコテリウム科の子孫もしくはそれと共通祖先を持つものであるとの説が浮上してきている。ただし、 クジラとカバをメソニクスメの生きた子孫だとする研究者がいなくなったわけではない。メソニクスメは全ミオの初期には絶滅した。しかし、未確認動物の中には猫もしくは犬に似た夕日詰獣がいるかもしれない。有名なものとしてジェボーダンの獣が挙げられる。これの目撃者の中には問題の獣を足先が ひずめのようになった巨大な狼と表現したものもいた。メッセニキアマシュー、1937としている、資料もあり。タブス、アール・エトール、エース・トラクチュアル・インターミディエート・ビトィーン、トリオーサ・ドンティーズ・ミザニションズ・フロム・ザ・アーリエスト、イアセン・オブ・ポルトガル、ナチュリス・テンシャフ・テン・98、145から155、ハット・ ABCO、リアリー、モーリー・イン・ A、 エトール、インパクトオブインクリーストキャラクター、サンプリングオンザ・ファイラジニー・オブ・シタル・チャダクティラ、コンバインド・アナリシス・インクルーディング・ホッシルズ、クラディスティックス24、397-442ABCD ・スポールディング、ミシェル、エトール、リレーションシップス・オブ・シテ者シャアマング・マーマルズ、インクリースト・タクソン・サンプリング・オルターズ、インタープリテーションズ。オブ・キー・ホッシルズ・アンド・キャラクター・エボリューション。 プロズワニオン AB 出展、ジェハル、マーチン、カーニーボーズ、クリードンツカーニボラスアンギュレッツ、マーマルズビカムプレデターズ。パレオシーン・マーマルズ・オブ・ザ・ワールド、出展、オーリアジャ、モーリーニエー、スペンサー・ジー・ルーカス、トーマス、e ・イ・ウィリアムソン、A ニュースペシメン・オブ・アンクラゲン、エビデンス・オブ・セクシュアル・ジモルフィズム・イン・ミザニションズ。ジャーナル・オブ・バーテブラット・パレオントロジー20。 三百八十七、三百九十三、土井、十点一六七一、零二七二から四百六十三万四千二十、零三八七、アンソーム二点零、CO 二、ジョー、シャウンエトール。ジャーナルオブバーテブラッドパレオントロジー十五、三百八十七、 400,http コロンスラッシュスラッシュ www-personal.umich.edu スラッシュ、ジンジャー、プドフファイルズ、pdg290 シナニックス、pdf 出典、ガイズラー、jh& 右辺、md、モルフォロジカルサポート4、a-close relationship between hippos a ジャーナルオブバーテブラッドパレオントロジー Paleontology 23,991-996, 土井、10.1671-32、出展、ガイズラー、JH& 右辺、MD、ファイロジェネティック・リレーションシップス・オブ・エクスティンクト、シタルチャダクチルズ、リザルスオブ・サイマルテーニアス・アニリゼズ・オブ・モレキュラー、モルフォロジカル、アンドストラトグラフィック・データ。Journal of Mamelian e v o 12、 145160ドイ、10.1007 S1091400549638 出展ボイスセリエ J R D フーロ F アンドブルネット M ザポジションオブヒッポポタミダイウイズインシタルチャダクティラプロシーディングスオブザナショナルアカデミーオブサイエンシズ102 1537 1541ドイ、10.1073 プナズ、0409518102、プミド15677331、出展、ゲイツィ、J、林、C、クロニン、A、アンドアークテンダー、P、エビデンスフロムミルクカゼインジーンズザットシテーションズ、アレクローズリレーティブスオブヒポポタミドアルテダクトルズ、モレキュラーバイオロジーエボリューション13、954、963、1中、 アントラコテリウム下半水性の玉ひずめ類で、カバの祖先。出典、ホール、ジェイミー、ザ・クリプティッド・ズー、メッセーニ・キッズ・イン・クリプト・ズーロジー。ありがとうございます。